見てて、乙女の心意気。コント。三成の堤防、秀吉事故と聞く。呪う場所にあるよ。よし、堤防をぶっ壊して水を抜いてやるわ。と、その前に谷の安全を確保しないと。できねえ。俺らにも手伝わせてくれ。でっけえ包みぶっ壊しゃいいんだろ。わしらの底力、豊臣の連中に見せてやら。もうあなたが戻って感じね。よし、もっと人手を集めるのよ。お安いと言うな。危ない。お市場自慢の山椒がいる限り大丈夫。みんな揃って絶対勝つのよ。この辺りは創業者、警戒しておいた方がいい。破られただと。この惨状、馬鹿にならん被害、なぜだ。俺はどこで間違えたというのだ。
こんな時こそ気概を見せよ三成。我らは南一帯の制圧に出る。我らは北に侵入し敵本陣を牽制します。本陣はわしが守る。開門来た。三成、敵小田原から援軍も来る。皆で力を合わせ必ず勝てるはずだ。にかけて菅ですね。勝ちましょうね、姫様。精一杯生き抜いた親方様と三郎様のためにも。そして今を生きる北条の民のためにも。上杉、三郎様の敵。わしと影虎の戦い、攻められて揺らぐものなどなかった。影虎が知っている。開門。日本人の道が開けた。この戦い勝てるかもしれない。いや、私たちの絆を見たか。ここまで来たら勝利まで突っ走るわよ。子犬どもが発射よ。このまでやられたら乾杯ってことね。開門。
ぎしのげたとしても無駄なのだよ。無駄って決めつけないでよ。この戦だって勝ってみせるわ。守りトーク。バカ、こんなことが。大切な人たちを守れたのね。